音楽に政治を持ち込む日曜新宿アルタ前のザック・デラロッチャ、タク・イケドゥです。皆さん、安倍総理のですね、私的諮問機関である有識者会議から天皇の生前退位に対する答申が発表されました。特別立法による一代限りの生前退位が望ましいとの答申です。ありえないですね。僕は耳を疑いました。皆さん、いやしくも有識者会議の答申なんですよ。これが有識者の結論って踏んだものでしょう。彼らは本当に有識者なのでしょうか。違います。ことはですね、天皇の退位なんですよ。皇位継承に関する問題なんです。日本国憲法の第1条は天皇です。で、その第2条に皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承すると明記されてるんです。で、現行の皇室典範は終身天皇制を定めています。ということは、生前退位を認めるなら皇室典範改正以外にありえようがないんです。なんでこんなですね、中学生でも分かる物事の道理がどうして有識者に分からないのか。それはですね、有識者のメンバーの約半数が安倍総理のお仲間であって真の有識者ではないからなんです。安倍総理のお仲間とは日本会議の連中なんです。皆さん、日本会議ってどんな人だったか知ってますか。あの、毎月発行されるウィルという雑誌がありますよね。あの、新聞広告出てるから分かると思うんだけども、あの雑誌の常連執筆人が日本会議なんです。中国けしからん、韓国けしからん、日本最高、神の国、美しい国と口角青を飛ばしてるあの連中です。こんな偏った考え方の持ち主は有識者のわけはないです。有識者というのは第一に常識、コモンセンスの持ち主のことを言うからなんです。安倍総理とそのお仲間である日本会議の連中が普段ですね、天皇制反対、天皇は何度も飲んじゃっていう、そういう考えの持ち主ならばですね、それはそれで一つの思想でありますから、個人の自由ですけども、なんと皆さん、奇怪なことに安倍総理とそのお仲間である日本会議の連中は常日頃、日本は万世一系の天皇をいただく神の国と吹聴し、天皇陛下万歳を唱えてるんですよ。なんという人たちでしょうか。理解ができません。日本の天皇こそが世界で最も尊いと言いながら寄ってたかって天皇いじめしてるんです。まともじゃないです。この人たち頭がおかしいって言いようがないです。天皇はですね、象徴天皇の役割を従前に果たすためには終身天皇制では無理だ。自分一人だけでなく自分の子孫も象徴天皇の役割を従前に果たせるよう生前退位を認めしと全国民にアピールしたわけなんですね。で、その主義は大体の国民に通じてるんです。それで天皇と電話で話し、その真意を直接聞いたという学習院時代からの語学友の証言もあるんです。しかるに、なぜ安倍総理とそのお仲間である日本会議はこれを認めたいのか認めないのか、特別立法による一代限り保守するのか、なぜだか分かりますか。それは安倍総理とそのお仲間である日本会議が天皇を人間天皇として認めていないからなんです。彼らは天皇を鉄人28号かなんかと思ってるの。で、そのリモコンを握ろうとしてるんです。なんという恐ろしい人たちでしょうか。皆さんの中で少しでも尊皇というような気持ちを持ってる方、あるいは尊皇なんて気持ちは全然ありませんよという方でもですね、天皇がですね、鉄人28号のあるわけがないじゃないですか。切れば血が出る、自分と同じ人間だろうという考える方はですね、安倍総理とそのお仲間である日本会議から天皇を守らなくてはなりません。天皇の生前退位はですね、日本法治国家日本の最高法規である日本国憲法にのっとって皇室典範改正による生前退位でした。ありえないわけです、ね、で、
常日頃天皇陛下万歳を唱えながら天皇いじめに終始するめちゃめちゃ感じ悪い安倍総理を退陣させましょう。こんなデタラメな男が総理大臣では天皇を含め日本国民の大半が不幸のどん底に突き落とされてしまいます。それでは戦後最低無知無能無責任の安倍晋三をロケンロールでもってしばきまくるフィンガーポインティッドソング安倍地愛国ロック新しい歌詞織り交ぜていきますね。せーの。Ha ha ha!
Amen.
大臣一日も早く一刻も早く実現させましょう。日本を救う唯一の手立てです。どうも。